海と夕焼けは三島幸夫の短編小説。文明の鎌倉県長寺で寺男になっている老フランス人が晩家の夕焼けに遠い昔の少年時代を思い出し、聖地エルサレム奪還を目指し同士を率いて、マルセイユの不当で記念した時の挫折感と絶望を回想する物語。地中海が二つに割れる奇跡を待望しながら姿勢が天に通じなかった不思議。 さらにその奇跡の現役自体よりも、神秘な沈黙の海に潜む、不思議な不思議に思い至った心境を、三島自身の少年期の神風待望の心理と重ねつつ、人間と信仰の次第を描いている作品である。また、五本の指に入るほど三頭が特に愛着を持っている短編でもある。1955年、文芸雑誌、群像1月号に掲載され、 同年7月20日に新潮社より観光の単行本、ラディゲの詩に収録された。文庫版としては、1968年9月15日に新潮文庫より観光の花盛りの森、遊国、次戦短編集に収録された。翻訳版は、ジョン・ベスター分け、中国などで行われている。勝チ竹から見る、県庁寺、運営9年の版が、 鎌倉県長寺の年老いた寺男の朝とは、尊道から仲間外れにされているローアの少年を連れて、美しい夕焼けを見るためによく裏山の勝地が竹を登った。その日、朝とは頂から見える稲村ヶ崎の海を眺め、羊の群れのような岩し雲から遠い故郷フランスでの少年時代を思い出す。岩に座っている朝とはその壁岸を少年の方に向け、 自分の昔の出来事を母国語のフランス語で語り出した。少年は耳が聞こえなかったが、朝とのようとしていることを目と目で直に理解しそうな、澄んだ、聡明な目をしていた。朝とはかつて自分の身に起きた神託と、奇跡の挫折を回想する。フランスのトゥールーズ伯爵のご領地セベンヌの羊飼いだった少年アンリは1212年のある、夕暮れ。 丘の上の空から白い衣を身にまとったキリストが降りてくるのを見た。主は、アンリの髪に触れ、聖地を奪い返すのはお前だよ。たくさんの同志を集めて、マルセイユへ行くまいい。地中海の水が二つに割れて、お前たちを聖地へ導くだろうと告げた。アンリはそれを誰にも言わずに躊躇していたが、数日後の雨の夕暮れに再び主は、年老いた旅人の姿で、 番子屋のアンリのもとを訪れた。老人の姿の主は、お前は神に使わされたものなのだぞ、とアンリを促し去っていった。翌日アンリは、その不思議な出来事を、同輩の親友に話した。信心深い友はアンリを拝み始め、やがて近隣の羊飼いの少年たちも、アンリの周りに弟子として集まり出した。アンリと弟子たちが、別の村にいる八歳の預言者のところに行き心託の、 ことを報告すると、牧場の地平線にある観覧の木に、金色の翼のある天使たちが群がってきた。子供の預言者は、東の方へどこまでも行くんだと言い,い、新宅通りにマルセイユに行ったらいいと教えた。その頃、アンリのような体験をした子供が、フランス各地で出ていた。地平線の夕焼け100人にも上る、子供たちがアンリと共に旅立ち、 フランスやドイツの各地から数千人がこの子供十字軍に加入した。過酷な旅のため途中で病死する子も多く出た。3分の1の人数に減った。アンリの一行がマルセイユに着くと数十人の少年少女たちが待っていた。彼らは港で一心に祈った。夕日の差す沈黙の海に向かって何日も祈り続けた。だがどんなに願っても海が二つに分かれることはなかった。 その時一人の新人深そうな男が、アンリたちに近づき、自分の船で、聖地、エルサレムまで乗せていきたいと申し出た。アンリたちはためらいながらも、それを受け入れて遺産で乗船した。ところが、船は南のエジプトに向い、アレキサンドリアに着くと、男は、アンリたちを奴隷市場で売り飛ばした。朝とはそこまで語ると、その時の無念が蘇りしばらく黙った。 カチジョが竹から見える海の空には壮麗な夕焼けが始まっていた。朝とは故郷の風物や友人、死んだ十字軍の戦士たちの顔を夕焼けの中に見ていた。アンリは奴隷生活の間に仲間と再び行き合うことはなかった。聖地エルサレムを訪れることもついにできなかった。ペルシャ商人の奴隷となったアンリはさらに売られてインドに連れて行かれた。 その地で、大覚禅寺と出会って救ってもらった安里は、禅寺に仕えるようになり、禅寺の故国に付き添い、日本に渡る禅寺のお供をして、鎌倉県庁島で来たのだった。禅の教えを受けた安里は、身の国を夢見たり、来世を願ったりすることはなくなった。でも夏の空に、夕焼けの兆しを見ると、勝ち上が竹に登って眺めずにはいられなかった。 老人の朝とはかつて自身の身に起きた奇跡の信託にもかかわらず、マルセイユの不当で海が二つに分かれなかった不可解な不思議を今一度考えていた。朝とはいつ信仰を失ったのか思い出せなかったが、どんなに記念しても奇跡が起こらなかった不思議は明瞭に覚えている。そして奇跡などすでに信じない朝とが今も下せないのは神秘な沈黙の海に潜んでいる不思議だった。 今、晩家に沈む太陽は海を地潮のように染めていた。朝との中にはもう故郷に帰りたいという望みはなかった。海が二つに割れなかった時、故国の羊や人々はその夕焼けの海の中にすべて消滅したのだと朝とは考えた。でも朝とは夕焼けの色がなくなり灰色になるまでじっとそこから目を離さない。 辺りが夕闇に映っていく景色の中に佇む朝との足元の方から盆鐘が響いてきた。その音のたゆたいは時を告げるというより時を妖怪し苦音の中へ運んでいくようで瞳を閉じて朝とはそれに聞き入った。目を開けると夕闇に包まれ夕焼けは終わっていた。朝とが少年とテーラーに帰ろうと振り向くと少年は両手で抱いた膝に頭を乗せて眠っていた。 奇跡待望と絶望、三島由紀夫は、海と夕焼けを、死を描く少年と夕刻とともに、一見、単なる物語の体裁のもとに、私にとつてもつとも切実な問題を秘めたものだとして、海と夕焼けの主題について、以下のように語っている。奇跡の到来を信じながらそれが気な、かつたといふ不思議、いや、奇跡自体よりもさらに不思議な不思議という主題を、 凝縮して、示さうと思ったものである。この主題は、おそらく私の一生を貫く主題になるものだ。人はもちろん直ちに、なぜ神風が吹かな勝ったかという大東亜戦争の持つ、とも恐ろしい指摘絶望を想起するであろう。なぜ信者が、な津つたか、ということは、神を信ずる者にと、捨て終局的決定的な問いかけなのである。三島由紀を、 解説しかしながら三島は、この作品が自身の戦争体験のそのままの偶和化ではないとして、逆に自身の本来の問題性が明白になったのが戦争体験だったとしている。海と夕焼けは、しかし私の戦争体験のそのままの偶和化ではない。むしろ私にとつては、もつとも私の問題性を明らかにしてくれたのが戦争体験だつたように思われ。 なぜあの時海が二つに割れなかったかという奇跡待望が自分にと捨て不可避なことと同時にそれが不可能なことは実は死を描く少年の年齢の頃から明らかに自覚されていたはずなのだ。三島由紀を解説また海と夕焼けは芸術家小説の変形と見られることもないと述べつつ死を描く少年の絵ときとも見るべき作品だとして ついに海が分かれるのを見ることがなかった少年の絶望は自分が詩人でないことを発見した少年の絶望と同じであるとも語っている。そして2017年に発見された肉声テープでは海と夕焼けのあらすじに触れつつなぜ海が割れなかったんだろうという気持ちが自分自身の一種の告白だと述べている。海が割れるからそこを通って聖地へ行けるかもしれない。 行けるという予言で言ったら、海が割れなかった。そして奴隷に売られちゃったでしょう。その寺男は、年をとってからも、なぜあの時海が割れなかったんだろう。なぜだろうと考え続けているんですよ。そして海という夜景を見るたびに、なぜだろうと考えている。そういう話なんです。僕の気持ちの中に、なぜ海が割れなかったんだろうという気持ちがあるんですよ。海が割れていたら、 僕は聖地に行っていたんですよね。だけど、海が割れなかったから、こうやって、ホテルなんかで。それは僕の一種の告白なんです。それがこの小説のテーマなんですよ。三島由紀夫、ジョンベスターとの対談少年期の戦争上記のように、戦時中の奇跡待望が挫折したことは、歌的なものが俗な現実の前に破れ去るという、絶望の主題となって、 その後の三島文学の芸術対人生、芸術家体制の問題として様々な形で複雑に反映されることになる。そして三島の幼少期からの成長の歩みは敗戦国となった昭和の日本の歴史と切っても切り離せないものとなっている。三島が学習院初等科に入学した1931年の9月に満州事変が勃発。 翌1932年に日本は満州国を建国した。しかし1933年3月に日本は国際連盟を脱退し、三島が中東化に進んだ12歳の1937年7月にシナ事変が始まった。そして14歳の1939年10月には欧州で第二次世界大戦が起こり、翌1940年に日本は ドイツ・イタリアと三国同盟を結んだ。1941年12月8日に真珠湾攻撃をした日本はアメリカとその連合国を相手とする全面戦争に突入していった。この時16歳だった三島は花盛りの森を連載中の雑誌文芸文化に海鮮の象直の厳かな感動を演じたし、大賞を発表し、その3ヶ月前の9月には 豊か吉原の国の創造の精神を考察した維新の道という神道への深い系統をノートに綴っていた。当初日本は花々しい戦果を挙げて戦域を広げていたものの1943年の春頃から急速に負け戦の様相となっていった。日本古代精神の勝利を記念していた三島はアメリカのような劣弱過等な文化の国あんなものに負けてたまるか。 米と英のあの愚人ども、俗人ども、と我々は永遠に戦うべきでせう。俗な精神が世界を覆ったとき、それは世界の滅亡ですと友人の東文彦に綴っていた。1944年5月に徴兵検査に合格した三島は、翌1945年2月に召集されるが、帰還支援の高熱で配信順と誤信されて、即日帰郷となった。 行動の世界の不適格者の落印を押された三島は、古今州の木面行の女である力を入れずして天地を動かしの死の宣言に勇気づけられた。しかし同年春頃から日本の本土にもアメリカ軍による激しい爆撃が始まり、戦場のような惨状となった。三島が5月から学徒勤労動員された神奈川県高座軍の海軍交渉も攻撃目標となり、 アメリカ軍の上陸地点と予想され、東京よりも危険度の高い場所であった。物心ついた時から戦争の波が身近にあり、思春期と共に戦況が拡大し、ついに日本の文化、国家ごとの破滅と自身の死の危険も迫っていた頃の三島は、ただひたすら純粋に言葉を紡ぎ、現状とは別次元の世界、深古今週に即した美的世界を追求していた。 そしてそんな折にあった絶望の中の神風特攻隊の行為に三島は経験なる祈願を見出した。神風そうした神風特攻隊への思い、なぜ神風は不可なかったのかの問いの主題は、海と夕焼けで意識化され金閣の美を燃やしてしまう金閣寺を経て、などてスメロギーは人間となり手麻痺しと図書される神の死を主題とした。 英霊の声で権限化されることになり、遺作、法上の海の第二巻、本場での神風連の乱の挫折の題材にまで繋がっていく。我らはもはや神秘を信じない。自ら神風となること、自ら神秘となることとは、そういうことだ。人をして、我らの中に何者かを記念させ、何者かを信じさせることだ。その具現が我らの死なのだ。三島幸雄。 英霊の声三島にとって人間の始純の魂がおよそ人間として考えられる限りの史上の行動の成果を示したにもかかはらず、神風は不可なかつたことは行動と言葉の同義性、つまり特攻体の行動の理念とキツラユキの死の理念の同義性を発見する契機でもあった。力を尽くして天地を動かせなかったのなら天地を動かすという。 比喩的表現の究極的形式としては力をも入れずして天地を動かしという詩の宣言のは、うがむしろその源泉を成しているのではないか。この時から私の心の中で特攻体は一辺の詩と化した。それは持つとも整列な詩ではあるが行動ではなくて言葉になったのだ。雅のうちに文学固有の持つとも無力なものを要素とした力があり、 私が言葉を信じるとは、再び古今集を信じることであり、力をも入れずして、天地を動かし、もて指摘な神風の到来を信じることなのであろう。三島由紀夫、古今集と新古今集一指摘除雪これは、特攻隊が行動という形でありながらも、純粋な言葉であったということであり、言葉の有効性には何ら関張らない、別次元の志を述べる古今集の序と、 愛通じる一片の歌だということを意味し、その究極の無力の力、究極の脆い優雅の中心的な文化、それを体現している者が三刀にとっての天皇だった。子供十字軍、海と夕焼けの主人公の朝戸が少年ン里だった1212年にキリストのお告げにより同志を率いてマルセイユに向かったという設定は実際にあった。 子供十字軍の歴史的エピソードとほぼ合致しており、三島がこれを元にしていたことが監修され、実際に三島自身も翻訳者のジョン・ベスターを交えた対話中で、チルドレンズ・クルセイドの話を題材にしている胸を語っている。歴史書によれば、フランスのバンドームに住んでいた牧道エティエンヌが、1212 12年に十字軍を誕生する神秘的告知を語り、 聖地エルサレムを奪還するために、周囲の子供らと子供十字軍を結成して、マルセイユから船出するが、選手に騙されて、奴隷として、チュニジアやエジプトに売り飛ばされてしまったとされている。しかし、エティエンヌがインドに売られ、そこで大覚禅寺に救われて、日本にやってくるというエピソードは、歴史書にはなく、これは、三島の創作したオリジナル設定となっている。また、 牧道エティエンヌはバンドーム出身だが、三島はアンリの出身地をトゥールーズ伯爵のご領地のセベンヌに、あえて設定している。このセベンヌの地では、子供十字軍が結成される3年前に、アルビジョア十字軍が起こったという歴史があり、セベンヌは第一回十字軍の英雄、レーモンド・サンジルの出身地でもあった。三島の蔵書には、ドイツロマン派草書があり、 その中の一冊であるティークのセバンヌの反乱にはアルビジョア十字軍の熾烈な戦いが綴られている。三島はそういった十字軍の壮絶な戦いの背景をより強調するために牧道エティエンヌの出身地をセベンヌに改変したのではないかと小野祐二は考察している。文英九年鎌倉の県庁寺の寺男となったアサトが過去を振り返っている時点は 文英九年に設定されているが、この二年後に実際に起こった出来事として、神風が吹いたとされる文英の役があることが、海と夕焼けを論求する上での一つの注目点として指摘されることもある。海と夕焼けとしばしば対比される作品に、キリシタンの殉教を題材とした遠藤周作の沈黙があり、遠藤の作品でも沈黙する海が描かれている。 沈黙でも奇跡は起こらないが、主人公ロドリゴは、信仰を捨てないという点に、海と夕焼けとの違いがある。海と夕焼け発表から11年後の1966年に、三島は谷崎淳一郎賞の選考で、沈黙を遠藤修作の最高傑作として推薦し、公表するが、作品末尾については異論を唱え、神の沈黙を沈黙のままに止めるのが、 文学の領域だとしている。遠藤氏の信仰の中にある東洋と西洋の対立、あるいは矛盾の問題は、死自身の問題に引き寄せすぎると、いつも紛糾するのだが、ポルトガル人神父の目に固くされて、初めて見事な遠近法を得た。遠藤氏の最高傑作と言えよう。同時に、末尾のあの人は沈黙していたのではなかったという主題の、転換には、なほ疑問が残る。 神の沈黙を沈黙のまま描いてとっつ話すのが文学ではないのかそれへの恨みと嘆きだけで筆を置くのが文学の守るべき限界ではないのか三島由紀夫、遠藤氏の最高傑作、谷崎商戦五票またその一方で、三島には神という沈黙の言語家こそ小説家の最大の野望であるのも確かだとも語り、人間の神の拒否、神の否定の必死の叫びが、実は、 本心からではないことを考察している。一面から言えば、神は怠け者であり、ベッドに身を横た下手た,たいとうたる、娼婦なのだ。働けらかされ、努力させられ、打ちのめされるのは、いつも、人間の役割である。小説はこの恐ろしい白昼の神の怠惰を、そのまま描き出すことはできない。小説は、人間の側の枠欄を扱うことに宿命づけられた、ジャンルである。 そして神の側からわずかに描くことができるのは人間の愚かさに対する愛と知的焦燥の入り魔術高すかな絶望の断片のみであろう。三島由紀夫、小説とは何かなな、海と夕焼けは三島が次回で私にとつてもつとも切実な問題を秘めたものと述べていたが三島の死後もあまり本格的な論究がなされていない傾向にある。ちなみに三島は後年、 海と夕焼けを振り返って、あの作品が、もし、発表当時から正確に理解されていたら、それ以後の自分の生き方も変わったかもしれないと虫焼け、アリョムに語っている。鈴木春夫は、三島作品では、海が多く描かれているが、海と夕焼けの、海は、自然背景としての海ではなく、人間の暗い情念を呼び覚ます目視の役割を追っているとして、その、海は、 真昼や暁の光り輝く海とは違う神秘的な暗さを称え、異境の日本で改装して生きている老人にふさわしい海となっていると解説している。佐藤秀明は海という夜けの奇跡を現実が許容しない死の幸福のことだとし、これは死を書く少年での歌を紡ぎ出す時の幸福であり、現実と相渡らない言葉の幸福と同じだと解説している。 そして、この、現実が許容しない歌は、三島がしばしば、人生と対比して、芸術と呼び、小説固有の問題だと言っていたものだとして、奇跡待望と、その挫折を、私の一生を貫く主題ととろした三島が、北条の海に至るまでの、あらゆる作品でこの主題を描いていることを、指摘しながら、三島の言う小説とは、人生と死との対立を含み、それを描いたものと、 論考している。石井和は、海と夕焼けの主題を、いくら祈っても別れなかった夕えの海の不思議、奇跡の幻影よりも一層不可解なその事実にあると、して、その主題は、真夏の死で朝子が、最後に、再び悲劇を、待つ思いに通じるものがあると考察し、朝との語りの2年後に、文映の役があることなども鑑みながら、朝子が不思議の再来を待ち望んでいるとしている。 一方、ネギ一世は、朝との不思議にとらわれ続ける姿に、神の死せる世界で神を探し求めることの必然的、挫折、絶対者不在の深淵に追いやられた虚無を監視している。田中美代子は、遠藤周作の沈黙の主題の転換について三頭が疑問を提し、神の沈黙を沈黙のまま描いてとっつ話すのが、文学としつつも、別のエッセイで、神という、 沈黙の言語化こそ、小説家の最大の野望だととろしていた、複雑な真理を挙げて、海と夕焼けの主題について考察している。近代のマッセにあって、奇跡などありえないのが、当然の合理的科学的現実であるのに、なぜ人は数に奇跡を待望し、神の不在が自明なのに、神への祈りをやめることができないのか。それはただ、 人間の絶望的な祈りだけが逆に神を明かしかす唯一の行為だという信仰の悲劇ではないのか。田中美代子、海と夕焼けまた田中は、この三島の一生を貫く主題が、法上の海の第二巻、本場の神風連の挫折にまでつながっていくことに触れながらも、海と夕焼けで注目する点として、朝とが現実の失墜を経えながらも、再び現在の境遇に、つつましい、 ある安らぎを感じていることを指摘し、三島作品の変遷を鑑みている。執筆当時、三島文学は従前に開花して時代に迎えられて、作家生活は頂点を極めていた。だが彼にとってはどんな地上の幸福も魂を癒すに、十分ではありえない。呼べどこたえぬ神の似姿こそ、耳も聞こえず言葉も発せぬ、朝との傍らの無心な少年の存在であろう。 田中美代子、海と夕焼け、小野裕二は、従来の論で、海と夕焼けが一体の取り合わせとして、主人公に過去の早期がなされていると捉えられていることに、やや異論を唱え、二つが異なる概念を表しているとして、夕焼けは奇跡待望を抱かせる象徴で、有限性を表し、海は奇跡的世界へ誘いつつもそれを拒むもので、無限性を表していると解説している。 さらに、西洋、キリスト教的世界観、有限性に対し、東洋、仏教的世界観、無限性の時間の優位が示され、預言者が発した、東へ行くんだよという言葉もそれを暗示するものと考察している。夕焼けは、終末という、有限性の中で最後の輝きを示す、キリスト教的世界観の象徴として理解できる。一方、仏教的世界観には、物事には、 始めも終わりもないという演技の考え方がある。マルセイユの海が示した沈黙は、無限性をもととする仏教的世界観と響き合う。本作の結末においても、朝との回想終了時に、夕焼けが終わり、闇と共に、梵鐘の音が響く。その音は、苦音へとすべてのものを導いていく。三島の解説、奇跡自体よりもさらに不思議な不思議という主題は、 作中において、不思議へのこだわりを消し去ろうと周到に用意された、仏教的世界観の枠組みの中で捉え返えされる、必要がある。奇跡自体よりもさらに不思議な不思議を検出させるのも、海であれば、不思議への思いを消し去ろうとするのも、海なのである。小野雄二、三島由紀夫、海と夕焼け論、不思議を消し去るものそして、最後の少年の眠りが、 朝との階層への執着を相対化する役目を担い、ロアの少年の感覚がここで全て閉ざされている意味は、禅宗における、ものにこだわらない、自由な精神、無の境地を示していると解説し、最後の場面は、臨在宗の禅問道ともなっているとしている。また、少年は、脳の脇の役どころでもあり、しての朝との語りは、 死後の時点から生の時間を眺める無限のの階層形式に似ていると、翔也は述べている。禅では忘れること捨て去ることが大切となる。とらわれのない心を善は目指すのであり、そうした境地は仏教が説く諸行無常の教え、輪廻転生の教えが与えるペシミズムやニヒリズムを断ち切るものとなる。過去に体験した不思議を呼び返す山頂での朝との語りは、 目の少年に向けて語るところから始まった。目の少年が朝とに過去を引き出させるスイッチであったとすれば、眠る少年が朝とを再び現在へ連れ返すスイッチとなった。小野雄二、三島幸夫、海と夕焼け論、不思議を消し去る者また昭夜は、海と夕焼けの翌年に、金閣寺が発表されたつながりの意味を辿りつつ、金閣寺の終盤で、溝口が放課後に突然と、 急遽いただきで死のうとすることに触れ、そこに海と夕焼けの語り手が朝との語りの現在の設定に際して密かに示した奇跡待望の記念と同じものが読み取れるとしても、その三島の延命せられた不思議の到来を願う思いが重要な意味を帯びて来るのは後年の作品においてだとして2作品が書かれた昭和30年頃の3島には、 不思議へのこだわりを消しさり乗り越えていく自信に満ち溢れていたと考察している。不思議の到来をもはや願わなくても良いと言うる枠組みを物語内部に構築し得た力技を三島は奇跡待望が不可避であることの告白以上に戦後一貫して感受性の化け物をコントロールしようとしてきた努力の成果として読み手に理解してもらいたかったのではなかろうか。 不思議へのこだわりをいかに制御するかが三党にとっての切実な問題であった。小野雄二、三島紀夫、海と夕焼け論、不思議を消し去るもの。ありがとうございます。